たらーん。あのね、チルダイエットっていうね、あのインスタとか TikTok に簡単なダイエットレシピを載せてる人がいるんだけど、その人の作りたくなっちゃうの。あのえのきとネギと豆腐とキムチと卵とベーキングパウダー入れて、あとライスペーパーで包んで、ちょっと食べてみよう。食べたい。いただきます。おいしい。この人のねダイエットレシピね、めっちゃ作りたくなるしね、美味しそうで、しかも簡単そうだから、私今までにもう3個ぐらい作ったかな。ごめんなさい、親フラがあって残り2個になっちゃった。いつもね、なんか動画撮り始めるとね親が来るんだよね。なんか変なタイミングで、いつもね何もしてない時には全然来ないのにね、動画撮り始めると親フラがちょっとムカつくん、めっちゃムカつくんですけど撮ろうとしたら来るから、まあしょうがないんですけど、美味しくてめっちゃ食べちゃおう。あ、そうだ、私親友と仲直りしました。親友と仲直りしました。イエーイ。仲直りしたっていうか、なんて言うんだろう、なんか友達の友達が居酒屋のバイトしてて、なんかそこが年末にキャンセルされちゃったから来ないみたいな連絡が来て、で友達からキャンセルで空いちゃったみたいなんだけど、来ない、あの居酒屋行かないみたいになって2人で行くはずだったんだけど、茜が気まずくないなら親友も誘うみたいな感じで友達が言って、まあ、別に喧嘩してるわけじゃないし、これで嫌だって言ったらもう余計会えなくなるし、表向きだけいい顔して喋れるからいいやと思って、親友と友達とで3人で飲みました、居酒屋で。でまあ最初会った瞬間はちょっと気まずかったんだけど、久しぶりって言ってまあ普通に喋って、別にその話題に触れることもなく、でお酒飲むとさ、なんかやっぱ緩むじゃん、喋りやすくなるし、ほわーニコニコニコってなるからさその友達がトイレ行ってるタイミングでさ、親友と二人っきりになるわけじゃん。だから私が、お久しぶりですねって言って何それみたいな感じって、もうだから私からは誘わないよって言って、遊びはあんためっちゃ断るじゃんだってって私が言って、いやそんな断ったかなって言って、ただ最近でしょみたいな感じで話して、あの私が一回猫見たいって言って、あのストーリーに返信したんですけど、相手の返事が遅くて、やっぱ返事が遅いと私も考えて、いややっぱ送らんとけばよかったと思って、私からいつも送ってね、誘って仲直りみたいな感じになるから、あっちが仕掛けてくるまで待っとこうと思ったんだけど、でそれで送信取り消ししたりして、あ来ていいよって返そうと思ったのに、もう送信取り消しされとったけんみたいな感じで喋って、私からは誘わないからそっかみたいな感じで、まあ結局その日は普通に飲んで普通に喋って帰った。バッティングセンターでバッティングして帰ったんだけど、でまた1ヶ月後ぐらいにみんなで部活、バレー部だったからバレー部のみんなで集まろうっていうことになって、そっからまた集まって、まあその時も別に喋ったりはそんなしてないんだけど、まあその時も普通に飲んで喋って、で一時して、その親友が猫を飼い始めたから、もう猫にどうしても会いたくてストーリーを返しちゃった。私が猫に会いたいって、そしたらいいよって来て、そしたらじゃあ私は明日はって言ったらいいよって言って、それで相手の家に行って、まあ猫のおかげかな、猫がいなかったら多分行かなかったし誘わなかったし、猫のおかげで関係は保たれました。で、あのそのお風呂に入れてほしいって、猫2匹いてお風呂に入れて普通になんか喋って、今まで何にも事もなかったように喋って、2人とも生理前だったから焼肉食べたくねってなって焼肉食べ行って、焼肉キングの北海道フェアがあったのでお菓子食べて仲直りっていう、なんかはい仲直りしようっていうわけで仲直りしたわけじゃなくて、なんかだんだんと普通に戻っていって、私もちょっと遊びすぎたな、距離を詰めすぎたなっていうのも思ったし、距離を離れてみて
分かったこともあるし、近づきすぎるとダメだね。こんぐらいの距離がちょうどいいなって思った。毎週毎週遊んでお金もなくなるし、自分のする時間もなくなるし、で毎週毎週会ってるから相手の嫌なこととか気を使わなくなってくるし、この1ヶ月に1回ぐらいで遊ぶペースがちょうどいいなって思いました。仲直りしました。最初2人きりで遊ぶのはその別れてから以来だったから、2人っきり気まずいなって思ったけど、でも猫がいたおかげで猫の話を30分ぐらいして、ずっと猫の話してた。だから本当に猫のおかげ。もう猫触ってかわいいね、これ何お風呂入れて大丈夫ととか、何歳とか、どっちもメスとか喋って、もうそれ猫の質問のおかげで保たれましたね。本当に猫ありがとう。おいしそうなんだけど、こんな食べて大丈夫かな。ダイエット飯なのにダイエット飯じゃなくなっちゃう。作りすぎちゃった。一人分って難しいね。その親友の猫が一匹は野良猫で、一匹飼ってたはずだったんだけど、野良猫から家猫になってもう一匹増えてんのよ、いつの間にか。もう私動物大好きだから、もう本当にストーリーで見るたびに会いたくて会いたくて、もう何回も猫に見に行きたい、猫に会いたいってストーリーを返信するか迷ってたけど、意地張ってて言えなくて。でもそしたら親友もクリスマスの日に暇すぎて、もうどうしようかな、誘おうかな、クリスマスマーケット行こうって誘おうかなって悩んでたけど、やっぱり誘えなかったみたいな感じで言ってたから、多分2人とも意地張ってた。もうめでたしめでたし。まあこれからもね、そんな頻繁に会うわけじゃなくて、ちょうどいい関係を保ちつつが一番いいなって思った。一回離れて我を見ないと分かんなくなっちゃう。てか聞いて、まだそのマッチングアプリの人と継続中なんだけど、面白くない男、マジで LINE が意味わかんないの。マジで LINE がイライラする。最近の LINE の会話で言うと、私スズメの戸締まり見に行ったって言ってたのに、急にその話の流れとかでもないのに急にスズメの戸締まりとか言ってきて、で私がん何がって言って、分かってたけど、頭の中で分かってるよ、スズメの戸締まりって言ってきて、は何こいつって思ったけど、あ、スズメの戸締まり見に行きたいのかなみたいな。言ってることおかしいって分からせてあげないとダメじゃん。こういう人って多分自分が言ってることおかしいって分かってないじゃん。多分自分が言ってること面白いって思ってるから、で、うん、何がって言って、見に行きたいらしいじゃんみたいな言ってきて、はって思うじゃん。誰がって言って、アカネッチって言ってきて、兄ちゃんが言ってたで、その2時間後ぐらいに言ってきて、で、え、なんかごめんだよ、え、なんかごめんって、私なんかごめんって言うやつマジ嫌いなんだよね。なんかごめんって絶対自分が悪いと思ってないじゃん。なんかその会話を汲み取れない私が悪いみたいな感じになってない？絶対意味はわかるけど、なんとなく言いたいことは、でも分からせてあげないといけないから、あ、意味わかんないって本当は言いたいけど、意味わかんなくて、どういうことって言ったら、アカネッチがスズメの戸締まりを見たいって風の噂を耳にして、それだったら一緒に見に行こうって言いたかったんだみたいな言ってきて、マジでわかんない、マジで意味わかんない、急になんでスズメの戸締まりの話になったみたいな。で、分かりにくって言ったの私、マジでわかんない。なんかどうやったらあなた面白くないよっていうことを分からせてあげれるかな。本当に面白くない。で、結局スズメ見てないって言ったら、見てないよって言われて、そっかって言ったら、誰かわかんないけど約束してたのに一人で見に行くなんて聞こう、僕にはできないよ、わらわらわらみたいな来て、マジでムカついた。この言い方ってさ、めっちゃ嫌味の、嫌味中の嫌味の言い方じゃない？誰かわかんないけど約束してたのに一人で見に行くなんて聞こう、僕にはできない。さ、デートしてる女のことを聞こうって、お前の方が聞こうだからね、言いたいんだけど、こんな意味わかんない LINE トークしてきて、しかもユニクロでなんか飾ってる服に、アカネッチ挨拶して握手して挨拶してみたいな感じで言ってきて、お前の方が貴公子すぎるだろ
やばいんだけど、マジでイライラする会話してたよ。もうムカつく、本当に。何なの、本当は言い返したいけど、でごめんって私が言ったら、可愛いから許すって言ってきて、マジでもう全部ムカつく。なんでこっちが悪いみたいになってんの、お前が悪いからね。まあ、スズメの戸締まりを見に行こうって言ってたのに、私が一人で見に行っちゃったのは悪いけど、それまだ言ってくるみたいな。なんかデートで会った時も言われたの、もう3回ぐらい言われてるから、めっちゃ根に持つじゃんみたいな、ごめんって言ったじゃんと思って。そんな男やめた方がいいよって思ってますよね。分かってます、私も。でもこれだけですぐブロックしちゃったら、今までの私と変わってないんだよね。だからもうちょっと様子を見させてください。直接面白くないよって言った方がいいかな。だからユニクロでその握手してた時に、洋服に恥ずかしいって私が言ったの。したらなんかひっどみたいな、俺恥ずかしいと思ってなかったわみたいな言ってて、そのそれ自体がまずやばいと思って、こいつと思って、恥ずかしいか、うわー傷ついたみたいな感じで言ってきて、私が悪いみたいに言ってくんの。お前が悪いじゃん、お前が変なことするからこっちが恥ずかしいんだよと思って、なんかひど、最低、傷ついたみたいな感じで言ってくるから、なんでこっちが悪いみたいになるの。恥ずかしいよ、ユニクロで洋服に手をつなぐなんて。ふざけてやってるって自分で分かってるならいいよ。分かってないから。こんな愚痴ってますけど、ブロックはしないです。ちょっと様子を見たい。まだ信じたいわこの未来だ。ということで、なんか仲直りしたという話でした。あ、で親友に聞いてみたの、あのそもそも親友って思ってるみたいな、私のことって言ったら、そもそも親友の定義って何みたいな、一番仲いい友達なのが親友みたいな感じで言ってきた。そもそもなんか親友が何の条件で親友になるのか分かってなくて、でもそれって人として違うじゃん、人として、あの人によって違うじゃん親友の定義って。私は気を使わないし、何でも喋れるし、何にも隠し事ないからで一番仲いいしっていう、だから親友ってとりあえず呼んでるんだけど、でも一番仲いい友達っては思ってるよって言ってきて、気を使わないしみたいな、でも親友ってなんかよくわからないみたいな感じ言ってきて、そもそも親友って思ってませんでした私のこと。